ビートは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。形式名 AAFL7。1983年10月28日から11月8日に、開催された第25回東京モーターショーに、参考出品され一般公開。同年11月18日に12月1日より、発売することを発表。水冷にストローク短気筒エンジン搭載のほか、 メンテナンスフリー密閉型バッテリー二等式、ハロゲンヘッドライトなどに輪車として、世界初となる機構が多い排気量 49cc のスクーターである。キャッチコピーは高感度スクーティング。車体色は黒、赤、白の3色が設定され、直線基調の半透明ガウリング付きボディカウルを採用したほか、ホイールカラーはゴールドとした。 本モデル最大の特徴とも言える排気デバイス V、タックスは最高出力 7.2PS を発生させる2段階トルク、切り替えシステムでメインチャンバーとサブチャンバーで構成される、同社の排気系のうち、サブチャンバーは低回転域でのトルク増強に貢献するものの、高回転域では、吸気充填効率が落ち出力が頭打ちとなる弱点があることから、基本的に運転者が 手動操作で、ステップボード左側にあるペダルを踏みワイヤーを通じ、サブチャンバーへの排気経路を閉鎖、高回転時にメインチャンバーのみにすることで高出力を得る機構である。V-Tax 操作ペダルサスペンションは、前輪がスタビライザー付けてレスコピック式、後輪がユニットスイング式である。ブレーキは、前後ともドラムブレーキであるものの前輪には、冷却用エアインテークを装備。 また、スポーツ性を重視した透過公式照明4連メーターなども搭載する。また、以下の純正オプションが設定された。1986年11月に生産中止。ありがとうございます。